ラビアアイドルスーパーソニコ。大学へ向かう彼女の身にそれは起こった。謎の赤い発光体が空から降ってきたのである。その発光体の正体は M78 星雲、光の国からの使者であった。二人は合体しウルトラソニコに生まれ変わったのである。平和な街に突如怪獣が現れた。あ、あれはエレキング。このままでは街が大変です。なんとかしないと。ウルトラソニコの活躍で地球の平和は守られた。ありがとうウルトラソニコ。戦えウルトラソニコ。この番組はニトロプラスの提供でお送りしました。